Le bon pied foi d'un pas panthéise. Bar Hazard,8 Village. 初見ハードコアプレイ、続けていきます。前回の動画の後、ちょっといろいろ探しまして、動画から省いてしまいましたが、ここにスクラップ A だったと思いますが、取り忘れておりました。で、あとちょっともう一つ言いたいことがあるんですが、皆さんのセンスをテストします。まあ、私のセンスの方がおかしいかもしれませんが、今テストしますと言ってから何か違和感を感じませんか、これ。私はこれを見てなんかすごい違和感感じるっていうのは、すみません、重複表現で私が言ってしまうんですが、よく違和感がありませんかということですね。この風景に違和感がないかということです。違和感感じるっていうのはちょっと恥ずかしい言い方なんですが、ついつい間違って言ってしまいます。どうでしょう、皆さん、どこに違和感があったでしょうか。私が思うに、これ、山が高すぎる？いくらなんでも。この山の向こう側にあるんですけれども、ものすごく高いんですよね、これ。この山も、手前の山の奥にあるはずなんですけれども、なんか非常に高い。要するにこれは地球上じゃないように見えるんですよね、これ。地球っていうのは球体ですよね。球体ですから、遠くに行けば行くほど、遠くにある山は、その麓は私らが立ってるところよりも低いところにあるんですよね。我々は球の表面に立っていて、その自分の立っている場所から離れれば離れるほど、地面というのは下がっていくんですよね。我々の見る水平線からは下がっていく。山はどん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 下がっていくんですわ。山の麓は。山が生えてる場所と言ったらいいのかな。生えてるって言っておかしいですけども、この風景を見ると、要するにこの地面というのは球体ではなくて、なんかでっかいくぼみ、ものすごくでかいくぼみで、あの山の麓は我々が立っているところよりも高いところにある。この世界というのは球体、地球ではなくてですね、球体の地球ではなくて、なんかお椀のようなものに見えるんですよね。感じるんですけども。皆さん、これを見てそう感じなかったでしょうか。なんかそういうふうに地球上にいるような気がしません。地球という球体の上にいるんじゃなくて、お椀の中にいる。お椀の縁のところで、この山の麓が縁になっている。なんかそんな感じがします。まあ、要するに、まあこれはゲームですからね。球体の上に作ってないと思います。この世界を、当然。そこまでやる必要性はないですし、遠くに山があるから山を高くしとけばいいだろう程度だと思います。つまりこの全体のモデルですね。このエリア、この世界を作ってある、この、まあなんか、モデルが作ってあると思います、これ。何らかの形で。これは、球体ではない。平面ですらない。なんか、お椀だと思います。この山の麓は、なんかこの辺、ちょっと上にあるような気がする。この辺にあるような気がする。なんか。ここまで上じゃないかな。まあ、平べったいのかな。お椀というよりもただの平べったい板の上に作られた世界。お椀というほどくぼんではいないかもしれません。だから地球ではないということですね。地球は平べったい球体じゃないですから、これだけ広いエリアなのにかかわらず、球体のイメージがないというかですね、遠くのものが下がってないということですね。まあ、ちょっと言ってる意味分かってもらえたか分かんない、分かってもらえたかどうか分かりませんけども、要するにゲームの中の平面の上に作られた世界だなっていうのがなんとなく感じられてしまう、これは。まあ当たり前なんですけどね、それは。ゲームの中の作られた世界なのは当たり前なんですけれども、平面ですからおかしい。地球上じゃないっていうのをなんか感じられてしまいました、私はこれを見て。違和感があった。山が高すぎる、遠くの山が高すぎるってことですね。あともう一つ言いたいことがありまして、前回の動画の後、こっちに戻れたんですわ。こっちに戻ってみたんですよ、この登ってきたところ。主人公っていうのは、
自分の愛娘が入った、愛娘の体がバラバラになって入ったと思われる瓶、これ4つ必死になって集めたんですけれども、ここ前回の動画の最後開いてたんですけど、ここもう閉められて閉じ込められている。前回の動画の最後にこの辺うろうろしていて、こっちに行ってみたんですね。ここ開いたと思います、こっちの方に行っても。実はあの後ゲームを1回終了させて、でここでクイックセーブされてますから、コンティニューで始めたんですよね。今もその状態です。そうするとここが開かない状態、閉じ込められている。一旦ゲームを終了させなければここ出ることができるんですけれども、でこっちに戻った時になぜかなんか娘の瓶が体が集まったとされている、本当に入ってるかどうかわからないですけどね、おそらく入ってるんだと思います。あの聖杯というなんか石の台みたいなものに収められていたと思います。それがここにあったんですけれども、ここに戻った時ですね、そのままあったんですが、それがなんかドクンドクンと脈打ってたんですよね。要するにもう儀式が執り行われている、娘をてかミランダの娘を復活させる儀式が行われてしまっている、すでに。あ、それやり直してるんで、ちょっとあのアイテムが残っております、少しですね。あれ、ちょっと、あれちょっと取り忘れたものがあるわ。皆さんもしかしたらやり方によっては、実はその後もう一度やり直してみたら、今度は脈打ってなかったんですね。ちょっと言ってる意味がわからないかもしれませんが、娘の体を収めたあの聖杯と言われる大きな石の板、あれが脈打っていたことがあると。でもこれは再現できなかった、ご覧に入れたかったんですが再現できませんでした。ここでセーブしましたんでね、ここからやり直してみたんですが、なんかうまく再現できなかった。理由は分かりません。で、これ覗いてみると、ここに BSAA カムって書いてあるんですけど、ね、BSAA カム。ケイムカム ?BSAA が来る ?BSAA っていうのは、バイオハザードでよく出てくるんですが、あのクリス君が所属していた組織ですね、このゲームにも出てきてます。ミアを撃ち殺してますが、まあ、ミアはまあ要するにミランダの一味だと思われていたんだと思います。悪の一味だと思われていた。バイオハザードというのはもともとアンブレラ社という悪の会社がありまして、ウイルスを作り出して、それを生物兵器として利用して、ウイルスを摂取された人間は怪物、ものすごく強い怪物になる、そのような研究をしている会社がありまして、それがバイオハザードのずっとメインのボスだったんですが、これがバイオハザード5だか6だかで壊滅しまして、なのではいい人としていい会社として出てきたかもしれませんが、まあ、とりあえずその悪の会社に対抗するものとしてBSAA というものがある。これはバイオ7の話かもしれません。バイオ7の頃の言葉、まあ、とりあえず見てみます。この後ですね、調べる。ちょっといろいろごちゃごちゃ喋りました。あの後いろいろやってみたもんですから、ただここはまだ見てません。ここから先はまだやっておりません。なんだこれは。ミア。辛いよな。当ててやろう。他の奴らと同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろう。娘は治ると聞いた。いいか、分かってねえよ。くそ、うるせえ。何？おい、静かにしてろ。何誰？まあ、それいいか、お前はミランダに踊らされてる。何の話だ、これもゲームか。座れっつってんだろ。あの図体のでかいクソ女、ブサイクなサイコニー、薄の怪物、
わからねえか。試されてんだよ。ミランダの家族になる資格があるかどうか。そんなものになるつもりはない。俺だってそうだが、このざまだ。最後に俺を殺せばめでたく入れ替えってわけか。ふざけんなよ。お前らの事情なんか俺にはどうだっていい。俺は娘を取り戻したいんだ。俺もだよ。あのガキはやべえ力を持ってる。ミランダもビビるくらいに。うるせえ。いい加減にしろよ。何と言わせんだ。誰なの。俺と組まねえか。一緒にローズを奪い返して、あのガキの力でミランダをぶち殺してやるんだ。ローズは人殺しの道具じゃない、クソ野郎が。最後のチャンスだ。このまま地獄を見たくないだろう。やってみろよ。ご愁傷様。何これ、ロボットなの。なんかロボコップみたいなの出てきましたよ。どうする、逃げればいいのかな。行き止まり。あーやば、あばくよ。これ初めてプレイしてますんで。危ない危ない。なんなんだあいつら。っていうか、まあ今のモンスター初めて見たんですけど、あれ怖いですか。まあもちろん、あのさ、まあ要するにロボコップみたいな、プロペラついたロボコップ、あれに触れればバラバラにされてしまうかもしれないっていうのは分かりますけれども、まあその辺はね、気持ち悪いっていう気持ちも分からなくもないですが、ちょっとどうよと私は思ったんですが、いかがでしょう皆さん。どうよ今のロボコップ。まあ、ここがいわゆるあのデブチンが言っていた想像を絶する恐怖が待ち受けているっていうことを言っていたと思います。で、先ほどマグネット君ですね、マグネット君がマグネットを操って、なんかあのでかい女とかなんとかっていうのに、あれは最高人形使いだったかなんだか言ってたと思います。やっぱ磁力を操ると思います。でもやっぱりね、何これ、ミランダはミアとだいぶ関わりがあるんじゃないの。ミアなのかもしれません。やっぱりミアは娘を取り戻すって言ってますけど、ローズではなくて、なんだろう、ミランダとミアの関係が分かりませんけどね。あれ、まだあった。ミランダを殺すってことは、もしかしたらそういった選択肢、そういったエンディングがあるかもしれません。ハイゼンベルグとマグネット君と組んでミランダを倒す、それは妻を殺して宮を殺してローズを魔女にしてしまう。要するにローズの力、魔女としての力を利用して宮を殺す、ミランダを殺す。それは、まだなんかあんの？すげえスクラップの数なんだけど。スクラップ今いくつ？ 28 個も手に入ってるわ。そうですね、娘を魔女にしてしまう。これがミランダを倒すルート。
逆にミランダに協力するっていうのはなんどうなるんだろう、ちょっとよく分かりませんけどね、その辺、まあ、情報がなさすぎる。頭のいい人は分かるかもしれません。てかこれどこよ、どうせどこ行けばいいの。あのあれは何、さっき出てきた、あれはボスじゃないの。ハイゼンベルグ君は倒さないかな。やっぱハイゼンベルグはミランダに殺される。何、なんかいる。いるな、おい。またいたのだわ。ちょっと待って。降りてくる？また卑怯戦法です。私は撃つの下手なんで死んだ。ヘッドショット意味あるのかな。初めの頃ヘッドショット関係なかったんですけどね、多分。首を振るんだよねこいつね。ミランダのとミアの関係、これどうも分かんねえな。え、骸骨頭骨の竹師匠なんだこれ。今までのとちょっと違うぞおい。頭骨の竹師匠、怪物が死んで結晶化した異物、強い個体ほど結晶化しやすいようだ。関係ないって。これも使ってきたいな。うん、どっちが良かっただろう。2400円、これで青くなった、青くなったな。これ全部取った。ここに用はなしってことでいいかな。正直ね、がっくりきました先ほどのモンスターが。今回の動画はがっかりモンスターってことにします。あれは怖くないわ、ロボコップは。こういったところにでっかい雲をつけておくとかね、こういったところにムカデをいっぱいつけておくとか、そういうサービスが欲しいんだよね。うわーっていうのが、それがあったのがバイオ7ですわ。これゲーム、女すら出てき、女っていうか、まあ女出てきますけど、バイオ7は女を引き連れて結構楽しく、イチャイチャ、
イチャイチャってことじゃないですけれども、ちょっと面白い部分もありました。妻とポットでの女からどっちを選ぶかみたいな、そういう選択肢があって、何これ、一体どうなってる。上に戻らないと。地上に脱出ってこれ何、うわでかいなこれ、おい、はあ、B4 だったよ。今 B5 にいたの、え B5 はまだあんのか。どうやって行くんだろう B5 は。まあいいや、あ楽しくなってきました。あいるじゃないかジジイ、壊すって押してんのに、壊すって押してんのに無視してやる。ジジイどこにいる？あ、デブチン、デブチン。え、どこにいるのデブチン。今声したんだけど、デブチンの声。後ろの方、ここか。いた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 。こんなとこまでいんのかお前。これ絶対怪しいよねこいつね。あこれエレベーターとして使えるんだ。なんか水がありますわ。まだ全然続くのねこのゲーム。今回は何をお求めで？あ、5万来た。これ買います。あー、やり直した方がいいかな。ここでこれが手に入るんだったら、銃を撃たなかった方が、後でやり直します、これ。銃を撃ってしまったんですわ。あ、ってか、え、こんなのあんじゃん。サブマシンガンだ。うわぁ、これはちょっと困ったな、どうしよう。これ売ってしまったんですよね。これ手に入れたままにしときたいけれども、5万を買うとこれ買えないよな。ダットサイト、ショットガン用のパーツ、装備すると、あ、またショットガン来んの？あ、別のショットガン来た。まあ、いいか、売らなくて。多弾層シリンダー、ウルフスペイン。スパニッシュウルフ。操作数アップ。1,2,3,4,5,6,7発になるのかな。V61 カスタムフルオートで高速速射可能のマシンガン、マシンピストル。各種の改造パーツを装着することで最高の総合性能を発揮する。威力、あーこれいいね。弾は何なんだろう。ピストルだからこれと同じなのかな。マガジン式のセミオートショットガン。え、ショットガンなのこれ。強これ。ああ。弾の集約性が高く、単体への殺傷能力は抜群。ああ。改造パーツによる拡張性も優れる。これすごいね、これ。ああ。これ欲しいけど、18万円もする？今6万9000円しか持ってないんですけど、どうしよう。
これは強いね。これ欲しいわ。もう銃をバンバン売るか。5万円。これいらないかもしんないわ。今まで銃を売ってきませんでしたけども、売ってしまった方がいいな、これ。これとこれが欲しいですから、これ200ですからね。今使ってるピストルは、1000。売っちまうか。武器を強力に改造したいときはお声がけを。1120でしょ。だこれは拡散性が高くてあんまり使うものにならないんですよ、これ。銃が拡散してしまう。スナッパーライフルも上が来るのかな。これをつけると威力も増しますからね、先ほどの SIG12 物資の確保は何よりも重要ですよ。間違いありません。これ売ってしまってもいいな。これも800枚ですから、いや、売っちまう。でも2万1000円にしかならないのか。銃のカスタムも受けたまりますよ。もちろん良心的な価格でね。お金にお困りで。画獣の結晶国家、これ打ちまうか。では買い取りましょう。これも打ちまうか。ボスクラスのやつはなるべく売らないでおきたいんですけども、ご不満で妥当な買い取り価格ですよ。では探索の成果を期待しておりますぞ。クラフト、これも売ってしまいます。これ組み合わせもの、これまあ非常に昔に見つけたものですけれども、まあごゆっくり見ていってください。お気になさらず。これは売らないだろう。これもちょっともったいないんで、これは取っておきます。熊のぬいぐるみはいらない。この程度では。アンティークコインはなんか取っとくか。ではお題を。銀の女神像。買い取りも信頼安心の適正価格です。ヤギの木彫り。これほどの品を一体どちらで。ショットガン私大好きなんで、ショットガン欲しいぐらいですわ。カバンの持ち物を断捨離なさってはいかな。うわ、めんどくさ。
もうもうもう。ちょえ。入らねえな、おい。これ売ってしまってもいいんですけどね。でもこれ、まあ、どうしよう。これ打ちまうか。ただショットガンが入ってるんですよね、弾が。これ抜き出せればいいんですけど、ショットガンの弾が抜き出せないのが痛い。あとこれも欲しいね、今のうちに。200拳銃強くなりますから12000。あ、でも、うん、届かないかな。全ては投資の一環です。うわ、欲しい。お金が、お金がものすごく欲しいわ。マグナも上が来るのかな、ひょっとして。生きている証。あ、マグナムの、ちょっとやり直しますわ、これ。次の動画でやり直したところから始めるかもしれません。マグナムの強化、これやめときたいので、これ4万ぐらいかかった。もしかしたら上のマグナムも来るかもしれませんので、これが最強マグナムだったらこれでもいいんですが、わかんないですよ、どれだけあるか、銃が。食事こそ命。で、これ売っちまうか。これも打ちまうか。いいかな、打ちまって。どうしよう。まあいいや、後でやり直すと思いますこれ、ね、買い戻せますので、ご安心よ。倍かかるけどね、お金が。無理ですわ、これを買うのに。あと4000円。マダリの人形売っちまうか。いいのかな。でもこれなんかまずいような気がするんだけど。ビジョンブラッド売るか。金目の品。見つけたら、ああ、ようこそ。5万。なんと、この価値をご存知で。12000。それを選ばれると思ってました。ご利用ありがとうございます。これ鶏の肉って取っとく必要あんのかな。鶏の肉余ってるんですけどね、1個。どうしようか。いや、なんか勝手に変わったんだろ、これ。
一発ずつ撃てるね。ちょっとあのいきなりいろいろ増えたもんですから、なんかゲーム動画としてはおかしな形になってしまいましたけど、なんかいる？制御装置らしい。簡単に壊せそうだ。壊していいのかな。枝の切りしたいんですけど、要するに戻るポイント。銃弾を使わずに倒したい。どこだここ。あ、やばい。ここどこ。なんかついてる。この辺まで、どこまで行くとダメだろう。こっから入るとダメかな。この扉を越えると、攻撃してくる。なんかつけてるね、頭に。なんだろう、今、頭のやつが壊れた？この部屋から出せば、これ枝の切りっていうやり方ですね。これ枝野ですんで、名前が。嘘、あ、戻ってた。いつの間戻ってたわ、やっば。ダメージ食らっちまった。こっちに呼び込んで、こっちの部屋の中であれば倒せる。ちょっと一発やられましたけど。こっちか、もうちょっと。ここから入ると動き出す。今歩く速度を速めてますんで、後ろに下がるのが早い。多少攻撃してきたらいいんだけど、もう鬱陶しいなこれ。枝の切りできないようにしたんのかな。よし来た、やっと倒したわ。これどうせやり直しますので、こんな感じでここ次やり直したとき倒すと思います、こいつらを。頭にくっつけてるの何だろうね。ちょっとこれ動くからやりづらいな。一旦顔を振った後に規則的に頭を振りますので、この後ですね。あ、でも違った。
めんどくせえ敵だなこれ。めんどくさいな。濃いよ。何やってんだこいつ。もうほんと鬱陶しい敵だなこれ。あぶね。いつまでも倒せん。当たってはいるけど、もっと来てほしいんだね。止まってしまう。あ、倒した。なんかある？まあこの壁になんか結晶がくっついてるってことはなさそうなんですけど、繋がんのかなここ。電力が足りない？めんどくせえな。今止まってた？めんどくさい。あぶあぶ。あ、うそ。戻らねえし。戻った。戻らないか。戻る、こっから戻るね。攻撃する？もういいや、めんどくさい。ちょっと待て、こっちの方がいいか。何これ、ここ行くしんの？何これ、もう分からん。
どんだけ攻撃してくんのこれ。ああ死ぬわこれ。枝の切りができないこれ。ここから戻るのにこっち来るでしょ。ああ死んだ。めんどくさい。やってらんないんですけど、めんどくさいこのゲーム。戻らないよね、うまくできなくされたのかな。引き覚え技が使えなくなったかもしれません。当たってない。近すぎるとあれなんですよね、やつが振り上げ攻撃をしてくる。この階段の上？上まで来るとダメ。やつを階段の人に引きずり込めば、あ、来ないか。この状態？自分の体がキャラクター、主人公のキャラクター体が階段の下にいれば攻撃してこないかもしれません。めんどくせえ。これ壊さないんだけど、丸ボタンで壊さない？何これ3000円。よし、でも取った、まあ、敵は今のところものすごく弱いですけどね、まあ、要するになんか仮面をくっつけたちょっと強い敵が出てくる。今までの敵よりも強いやつが。ライカンとかも出てくるかもしれません。だこれ。なんかアイテム必要ですね、ここ。なんかいる？だこりゃ。鋳型がないと使用できない。薬液？なんか脳みそにいろいろ刺したらね、これあれみたいですよ、サイコブレイクみたい。脳にいろいろ刺して攻撃能力を高めてる。あいつらが顔にくっつけてるなんか仮面というかなんか機械あれかもしれません。これはなんて書いてあるか分かりませんけど、分からないように書いてある。
なんかの文字が書いてありますけど、まだなんかある。どっから来た俺。わからんの。ここに何かをはめることに、鋳型をはめることによって何かを作るんだと思いますわ。それがアイテムとして認識されている、おそらく。それをここにくっつけるとこの壁が穴が開く。要するにブスとしてのアイテムはここで何とかしないと消えないってことですね。これ赤くなってますけど、多分。なんかいっぱい来たんだけど。消えた。この階段の次はこの階段ですわ。この階段を降りると攻撃してこなくなる。曲がり角かな。この辺攻撃しそうなんて思う。枝の切りです。まあ今のは使わなくてもよかったですね。ちょっと使ってしまいましたけど、ちょっと待って、炸裂さん、まあ、めんどくさいんでとりあえず、あ、やる。オウムカルト洗脳心し死亡事故ポケモン GO 子供視力低下子供ゲーム依存症ポケモンスーパーマリオマリオカートスイッチ子供搾取子供ゲーム障害者子供ゲーム病子供ゲーム犯罪。ポケモンペドフィリア心し死刑囚の任天堂クレイジーカルト、ニンテンドースイッチ、ニンテンドーが滅びますように。チャイルドゲーミングディソーダー、チャイルドスクイーズング、ポケモン、スーパーマリオ、マリオカート、スイッチ、チャイルドマダー、チャイルドクライム、チャイルドフラウド、チャイルドゲーミングディソーダー、チャイルドゲームディゼイズ、ポケモン、ペドフィリア、電力が足りない。ポケモン、ペドフィリア、チャイルドキラー、デスプリズナー、ニンテンドー、クレイジー、カールト。なんかいるじゃないか。今何 ?MB4? 何 MB4 って。なんかすげえいっぱいあるんですけど、ちょっと。これあのさっき出てきたやつじゃないの？ロボコップ？なんか腕になんかくっつけてますけど。スクラップだらけだわ。絶対動くよねこいつ。
あこれ取ったら動きますわ。レリーフの鋳型。来ると思ってました。どこまでかけてるんだろうこれ。ロボコップ違ったさ。このロボット系の敵怖くないって、なんか恐怖じゃ全くないんですけど、これが恐怖なの。戻った戻った。これはまあ下手な人間は、あ嘘、あ死んじゃうのこれ。危ない危ない、生きてた、危ねえ。どこにいた今。これあたってないよ、頭に。後ろから狙うとヘッドショット扱いにならないんですよね、これ多分。困った、あ胸を狙うといいのかな。あ胸を隠してやがる。胸が弱点なんだね、あれ光ってるところ。あ面白い面白い。今度はあれなのね、どっちしても点合わせですけど、で胸を隠してる。あやべえ、あこれバカでも倒せるようになってますわ。すいません、あそこで止まってくれますから。でここで帰ってくれますからね。こうやって引き寄せ戦法で気にしないっていう人だったらまあなんとかなんとかなる。というわけで一応動画切れるまでやりますが、次はこいつと戦うところからやろうと思います。そろそろ動画切れると思います。一応切れるまでやってみます。スナッパーライフでやるか。倒せるなら倒しておきたいので。だから隠すなよ胸を、使えねえやつの名前。もうこうやって戻した方がいいわ。ここにあ帰った。いやもう、ただこれはもしかしたら無限に生き返るかもしれません。時間内に倒したいけど無理か。まだ死なねえのかおい。あ、足んねえし下手くそ。これ一度倒してからやります。戻るの待つか。ここに戻した方が楽ですから、ここはまあ要するに